ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も黄色のコールダスリーやっていきましょう。はい、まあ、今日やとの中はもう完璧、あとは第4回のイベント大会を待つだけなんですけども、やっぱりね、油断できないんですよね。一枚絵があるイベントがあったりするんで、そうしないとね、クリアした時にアルバム全然埋まってないよ状態になるね。それ寂しいよねそれだけは避けたい。はい。で、アンサンブルの方もまあ順調ですね。1曲目はまあほぼほぼ終わったようなもんで、で、あとひばりをやればいいと。まあ、アンサンブル完成度はボリボリ上がるんで大丈夫でしょう。集中度もみんなちゃんと上がってきてるし、はい。フィレンツェはちょっと一人爪が甘い人いますけど、まあこれもいつものことなんで大丈夫です。はい、じゃあやっていきましょう。そういつものことっていうのもなおかしな話だぜ。よし、来た。もう何も言わない。僕は何も言わない。何でもいい、何でもいいぞ。スパイシーおにぎり、ナスのしぎ焼きなんかいつもこのレパートリーじゃない。何度も見てるぞ。まあ、一応炭水化物でいいのかな。スパイシーなおにぎりでお願いします。ニンニクとか効いてんのかな、スパイシーおにぎり。はあ、結局寝坊しかけました。なんだお前急にて、あ、すいません、お礼失礼します。はい、何だったんだ今の。とりあえず朝はもうランダムでみんな挨拶にするか来る感じだな。うん。で、BP695 あるから、もう、ああ、これあるのは助かる。あ、二つあるのは助かるな。一回買っちゃって、これ明日の分は買えた。明日まで稼いでる余裕あるかな。二つ買ったはいいけど。よく考えたらそんなもう稼ぎに行ってる。おお、メール来た。余裕あるかな。毎回言ってるけど詰将棋だからね、この辺は。合わせてみませんか。あ、はるくん、こんにちは。これから二人で練習したいと思ったんですけど、ご都合いかがでしょうか。あ、いいよいいよいいよ。もうむしろ、今から行くとこだったからね。あ、でもまあとりあえず稼いでからにしてくんない、稼いでからにしてくんない。とりあえずフィレンツェで稼げるだろ。ちょっとファンじゃないか、こう、ああ、いいんじゃないかね。ちょっと、みょうがさん、みょうがさん、あと一歩。みょうがさん、あと一歩。いかない？おお、あ、ちょっと、離れんな、お前。せっかくみょうがさんが重たい足を動かしてくれたのに、なんでお前外れるんだよ。ああ。まあでも、だったらみょうがさん入れての方がいいな。はい。スペシャルメガホンで、完成度上げてこう。ちょっとでも、稼ぎながら。ういえ。ういえ。はい、形になってます。決然と引いてます。お前は上がるね。よし、これで、あ、またメール。え、何、ちょ、待って、順番。ひまわりこれは見たな。みんな同じ目標、同じ方向向いてるねってことだよね。はい、そうですね。はいそうですね。ガッキテンで技術上げてもしょうがないし、あ、でも結局買うもんもないな。ないわ。もうリボン買ってもしょうがないしな。むしろ余ってるからな。なんもなかったです。ちょっと出直していきなさい。出直すのは私だけどな。じゃあ、あとは、じゃあ、ハルくんに呼ばれてるから、ハルくんとこ行って、ハルくんとこ行ってっていうか、屋上呼び出して、できればこっち練習したいけど、まあ、こっちだよな、ハルくん的には。まあでも、ハロン君は夜練習してくれるから僕に合わせてくんないかな。赤い人使ってあげるから。はい、お願いします。これで両方私は100になったと。待っていました。練習ですね。おー、いいね、いいね。じゃあ屋上？もう屋上行く必要ないな。たまには広場でのんびりやろうぜ。屋上に男を呼ばないゲーム。ういっす。お疲れ。で、お昼なんだが、すごい、こう、バッグの中から、ガーリック臭がしてるんだが、早く食べてしまいたいんだが。バッグから、ガーリックと、
オリーブオイルの香りがするんだが。おっ、来た。あー、やっと来た。お前の作るおにぎりってこのスパイシーな味付けが癖になるんだよな。誰のために作ってると思ってるんですか。でも音がしない。正解なんだろうけども、乾燥してるから音がしない。寂しいぜ。恋の音聞かせてくれよなあ。で、あとは大地さんも屋上に呼ぶスタイルの前に、まあ、ちょっとフラフラしてアイテムを持ってる男が、あ、男じゃなくてもいい、アイテムを持ってる人間がいないか、ちょっとまあ一応チラ見してね、焦らないでいこう。大地さんお願いします。もう兄貴ほったらかしっぱなしだな。大地さんとひばりをアナログなメトロノームで、寂しい。ああ、メトロあるね。メトロじゃない、メトロ、メトロでいいのか。メトロ、はい、メトロ。まあでもこの人たちは指示しといた方が練習してくるからね。昼間のこの練習より、つまり昼間の練習手抜いてんだろ君ら。屋上行こうぜ。はい、リラックス。肩の力を抜いて。はい、な、君は抜きすぎだ。もうちょっと入れてくれ。おお、どうしらそう。ファーミレード。めちゃくちゃ基礎練。リラックスしすぎだって。じゃあお待たせしました。京也さん、お願いします。あ、でも、京也、締めの方がいいんだっけ？締めの方がいいか。いや、でももうそんなこと言ってる場合じゃない。そんなこと言ってる場合じゃない。もうそんなこと言ってる場合じゃないんだ。いやー、もう京也と二人練習するよりかアンサンブルを2回やった方がいいんじゃないですかね。もう乾燥してるから正直そうなんだよね。京也さんと2人で練習する必要は実は全くないんですよね。そんなんでいいのかな私。まあいいでしょう。ひばりえ、こん、あ、そっか、アンサンブルが上がるやつは1個も持ってないのか。いや、でもやるしかないよな。でもやるしかないわ、これ。使用しない。あー、詰将棋甘いとこ出たよ。甘いとこ出たよ。しかもここでやる必要ないじゃん、よく考えたら。アンサンブル完成度アップのとこでやるべきだった。まだ稼げない。おー、渡辺。いや、そうそう、これをもらうために僕ここでやったんだよ。銀の音叉、あー、いいんじゃないこれ、あれでしょ、アンサンブル完成度アップでしょ、これ確か。いいぞ。しょうがない、結局ファン、すでにファンの2人に聞かせてくしかない。アンサンブル完成度いってこばい。いいもんくれたな。最近のファンはちゃんとタイムリーなもんくれるぜ。ういっす。はいはい、うん、いい感じだ。日が暮れてきた。イベントだ。あー、何にもない日、ここか。マジで何にもなかった。もうニアと話すこともないな、寝る。さあ、弁、スパイシーおにぎり1個で結局終わってしまったよ。今日やを喜ばせるお弁当が、ガキ店、あ、いいよ、アナログ売ってるよ。あ、メトロも売ってる。あ、いいじゃん、いいじゃん。親父、品揃えいいよ、買えないよ。ありがとう。やっぱり稼ぎは必要ですね。まずは練習してから稼ぎに行くか。もう稼ぐ必要もない気もするけどな。あ、兄貴、聞いてくれ。兄貴、時間があるなら演奏聞かせてくれ。よし。あ、でも2人練習。ちょっと待って、どんぐらい、もう夜で終わったんじゃない君ら。あとちょっとか。あとちょっとか。じゃあ、2人練習先か。そうだね、2人練習し、いや、もう2人練習いらなくない？もう勝手に100になるでしょ、これ、明日には。そうだよね。なるなる。ってことで、アンサンブル、ひばりの完成度少しでも上げていこう。ま、とりあえず、一旦は使用しないで、あれ？あれ？僕何があったんだ？メトロノームだから習熟度か。あ、そんなに意味なかった、あれがって。しまった、勘違いした。あれ買う必要なかったじゃん。
うわー、最後の最後でやらかした、まあ、やらかしたって言っても買うもんなかったからしょうがない変わんないか、変わんない変わんない変わんないよな、これで買ってきてもそうだよね、アンサンブル完成度せい、あこれか、そうか、これ買わなきゃいけないからせいぜいこれを買うぐらいか、まあ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 いいんじゃないか、いいんじゃないか多分いいんじゃないか、うん、でこれでもう一回ここでリツさんに聞かせつつデジタルチューナーでアンサンブル完成度2倍を使って、はい、これで BPX メール2つ、ご飯一緒に食べようよ一緒に飯食おうぜ、またこれ2人で食べる、3人で食べるやつじゃないのこれ、何してる、俺ははるちゃんと一緒ね、今日俺お昼俺たちと一緒に食べようよ、行く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 、で京也ともお前今日の昼暇一緒に飯食おうぜで返信するとこれ何人来んの、やっぱ3人来んのかな、はるくんと新たと京也が来んのこれ、ま、え、マジでそういうことになる？美味しそうですね。そういうことになった。そしてちゃんと新たから、あの、私を京也がガードしてるポジションになってる。わ、さすがリオロちゃん、すっごく美味しそう。ある、お前これ嫌いなのか？いらねえならもらってやるよ。ほいっと。あれ？最初京也は二人だけで食べるつもりだったのに、ちゃんとこうなった時のイベントあるんだ。はぁ。な、何を、冗談じゃない、返してください、全く大人気のないスパイシーなも入ってたんだろうなきっと。さあこれで今 BP は105かどうしよう最後の音差が変えない、失敗したな。まあでも、うん、完成度ボーナスのところでやってうまく200以上になったらいいな、なったらいいな、2人いる2人いる、ここでこれを引いて、まあでも今までで一番の完成度になるんじゃないか、もうこんなところでメガホン使う、結局メガホンも2つ買う必要なかった、ウェイ、ちょっと稼げた、ちょっと稼ぎました。でこれでこれで楽器店行っていらっしゃい、今さらこれを買って、そうだよね、もううん、最初にこれを買えばよかった、最後の最後で焦って間違えてしまった、で音楽室でフィニッシュですと、うん、もう誰に聞かせようか関係ないんだけど、ここまで来たらね、うん、一応律にちょっと最終形態を聞かせて、134か、もうちょっと上がんない、これもうちょっと上がる組み合わせないんだっけ、ひばり、これは快活に、あもうそっか、この曲はもうこれがマックスなんだっけ、あマックスだな、160いくっていう組み合わせがそもそもレアなんだなきっと、うん、こっちもこれ以上増えないよね多分、170とか180とかいかんよな、いやもうちょっとみんなと、他のみんなとも仲良くしておけばなんかもっと上がるのもらえたんだろうけどね、うん、そこも考えなきゃいけないんだな本来は、まあでもここまで上がってたらもうトリプル S でこっちの方が上がるな、こっちの方が上がるわ、銀の音差で7しか上がんねえ、あでもこれこれカンストか、これカンストか、やっぱ160がマックスだな、うん、少しずつ形になってる、いやもう完成じゃないと間に合わないから明日だからもう間に合わないから、京也さん明日だからね、あーあと1回あんのか、アイテム福家ニナ、いつもあなたにさ聞かせてもらってるよ、もう学院名物って感じだよね、まあそうだろうね、これ音楽の役に立つもんなんだって、私が持ってても仕方ないからもらってくれないかな、ね、お願い、おっこれは音差レゾラハムレットまだまだ己を磨けというのか、ニナちゃん
ニナちゃんまあでもあと1回いけるんならこっちも完成するんじゃないの、ひょっとして。あ、完成するね。あ、両方マックスになりました。うぃー、快活2のランクが今更上がりました。え、ちょっと待って、これも限界伸びたんじゃないの、これ。今更明日はファイナルだファイナル気になる京也さん、はい、お願いします。ちょっと最後の最後で限界上げてこないでよ、大地さんよ。せっかく両方カンストしたぜって満足いったのに。よよよ、はい、よよ、へいよ。何も言わない京也に対して私も何も言わない。ないない見事競うのが不安か。明日は決勝だ。これ聞いちゃっていいかな。もう今さらバリにしないだろう、ここに来て。うん、まあ本題はこれだろうね。うん、洋画と競うのが不安ですか。まあそうだな。おお、正直だね。どうかわからないし、不安ちゃ不安だ。うん、でも今となっちゃう、おむしろ楽しみかもな。おお、明日のステージどんな風にあいつが引くのか。うわー、出た、来た来た来た、金色のコルダはこのモードになったら勝ち確だからね、うん、世界でも勝てるようになるからね、このモードになったら。うん、あの師匠元気にしてるかな。はい、そのうん、明日の決勝の前に、おお前に話しておきたいことで。え、今ですか、大丈夫ですか。今言っちゃって明日の演奏に影響ないですか、メンタル大丈夫ですか。何から話せばいいんだ。おう、え、つまりだ、つまり要はお前も俺もここに来て変わったよな。あ、それは何、幼馴染を超えようぜっていう宣言。悔しいけどさ、うん、リツの言う通りだ。あの町にいたままじゃダメだった。あ、まあ確かにな、スタートでそうだよね、町を飛び出したんだよね、元いたところを。突然あのままいたらどうなってたんだろうね。なあ、うん、清掃に来て、うん、オケ部に入って、ああ俺たちよかったな。最初すごく嫌がってたけどね、すごく勘違いで入れさせられたけどね清掃学院に転入していい仲間に出会えた、ライバルと出会えた、バイオリンの腕も上がった。これどれもいいけどねここに来てなんかかもなく不可もなくな選択肢3つ来たな。仲間でいいかな。え、仲間、あ、なんか違うなんか違う、ああなんか違う。最初はどいつも印象最悪だったのに。印象最悪だったまあまあそうかもな、そうかもな、確かにな、京也にとってはな。うん、リツは相変わらず偉そうで、ああ、大地はお前に慣れ慣れしいし、ああ、春はクソ生意気な後輩でさ。え、そう、え、自分の高校のメンバーのこと言ってたの他校のメンツの話だと思ってたのに。でも、うん、悪くなかったよな、あいつらと会えて。でしょ、って話したいのはそんなことじゃない。なんだよ京也頑張れよ、だからもうちょっと頑張れ京也さん。 お前のことが、うん、え、今そこで言うの、それはちょっと明日の演奏に影響出るよ。お前のいいのことが、それは勝ってからでいいんじゃないですか。つまり、おい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 、しかも言いかけて言わないんかい。ダメか、一番ダメなやつだろお前、本当にそれ一番ダメなやつだよ、言わないんなら言わないで。うん、今そんな話する場合じゃねえってことだ。なんだそりゃ京也さん、気にすんな、今のは忘れていいから。いや、もう完全に察してるからこっちも。あ、いや、忘れてください。何年の付き合いだと思ってんだよ。忘れてください、敬語きた敬語きた。とにかくだ、ああ、明日勝ったら改めて言う。ああ、もし勝ったら、おう、勝ったらちゃんと言うから。 あもう勝つ気満々ですね。負けること考えてないな、そろそろこいつ。明日頑張ろうぜ。おう、お前は寝坊すんなよ。 おやすみ。頑張るのお前だけどな頑張るのお前だからな、私マイストロフィールド打てないからな。うん、いやー京也さん、まあしょうがない、京也はこういう男だよ
明日スイッチが入った京也の、うん、お言葉を期待しましょう。はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ではごきげんよう、チャオ。まあ京也にした頑張ったのかな、うん、頑張った。